アジアのラッパーとリンクすることが大事かなって思って、うん、やっぱエーサップロッキーとかめちゃめちゃ影響を受けたし、うん、タイラーとかも、うん、で行った時にいろんな人会った中の一人がサル君で、うん、US の人とかもフリースタイルじゃないですけど、うん、ずっとこうマイクの前で一生ちょっとずつ撮ってみたいな、うん、ほんとね、もう思い知らせたい、このジェリー・ザ・ウェビーに。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そうです。初めて会ったのは多分クラブハーレムかなんかだと思うんですよね。そうですね。はい。一緒のイベントで。はい。で一緒のイベントで多分出会い頭で言葉選んじゃうけど、その簡単に言うとこうなんか要はその〇みたいな地元の〇みたいな奴らがこう俺らにちょっと接触してきてるところで、でなんか俺らもこう俺らというかまあ俺ももうこう距離の取り方とか考えてる時にそいつらがこうクラブにはついてくるわ、テレビ局には突破してついてくるわみたいな時で、その時に多分ね勢いでこう俺入ってきた時に何にも分かんないこう神聖なその現場の未来のあるとても貴重なアーティストで、俺も接触方をちょっと緊張するぜぐらいのこのウェイビーに対して、そいつがゴワーってボーッつっておいこらみたいな感じで、多分お前はなんとかなんだかみたいな、なんかギャーギャーやってて、もうわけのわからないまま入っていってるのが多分初めての出会いだったと思う。そうですね、その時助けてもらったのが、ね、最初ですね。そうそうそう、でもううざいうざいっつってこう、ね、まああとこのディッキーズがやっぱ一番最初にこう見かけた時で、こう喋るまでは言ってないけど、そうですね、挨拶程度ですね、はい、させていただいて、まああの時、まあいろんなやつもいたし、会った時の印象はね、もうごめんねって感じだったの、本当。いや、やっぱもう本当緊張めちゃめちゃしてて、うん、その時も、うん、やっぱ何でもなかったんで自分は、うんうん、でいきなりその曲が先行、うんうん、なぜか分からず自分でもヒットして、うん、いきなりそのカンさんだったり、うん、B.O. さんだったり、うん、いろんなすごいたくさんいたじゃないですか、うんうん、そこにいきなり自分が行くのもマジでずっと緊張してましたね、うん、でもあれはごめんね以降だよね。そうですね、うん、そう、俺はやっぱあの MV の印象がでかかったからね、うん、ある意味こうアーティスティックに見てこう、ああこう日頃の雰囲気もこういう感じなんだなっていう、まあ若いんだろうけど、まあそういう感じに見てたね、アーティストっぽい感じだなっていう。幼少期学生時代はこうまだヒップホップに触れてないという感じ。自分で聴き始めたのは多分小学校5、6年生ぐらいが最初の出会いなんですけど、両親が結構その洋楽、うん、そのヒップホップもロックも結構そういうのが好きな家庭で、うんうん、育ってたんで、ちっちゃい頃からずっと聴いてはいましたね。でももう小5ぐらいで自分からこう手にしていくんだ。そうですね、うん、そっからだからそのテリヤキボーイズだったり、はいはい、テレビで見れるものから入っていって、うんうん、でエミネムが iPod の CM をやってて、それでそっからっすかね、その洋楽とかも聴くようになったのは自分で。それはこう音楽はお父さんお母さんも教えてくれるの？こうそういうのはないの、インプットは。そういうのはなかったっすね、車でまあ流れてるみたいな。ヒップホップっていう文化に興味を持ったきっかけっていうのは、小学生までずっとドラムやってて、ドラムはバンドじゃないですけど、そういうのなんかかっこいいなって思ってたんですけど、中学校入って友達がヒップホップのダンスずっとやってて、でお前もやらないみたいに言われて、かっこよさそうだなって思って、ドラムとかもやめてダンスに入ってって、うん、でそこでヒップホップダンスずっとやって、そこからいろいろそのヒップホップの音楽だったりファッションだったりをいろいろ自分で調べるようになったんですね。なるほど。じゃあこのドラム自体は別にそれも自発的に始めてた？そうですね、俺もてっきり勘違いしてた、もう少ない情報だけ昔から知ってたから、はい、てっきりそのドラムだったりダンスっていうのはもうそういう英才教育的なものだと思ってたわ。ああ全然、ね、親がやらせたとかじゃなかったっす、ね、ないんだね、はい。なんかでも結構若い頃からそういう多分米軍基地とか多分遊び行ったりとかしてて、で俺がお腹の中いる時とか TLC 聴かせてたみたいな、うん、はいはい、自然に結構もう黒人文化の音楽好きみたいな両親だった感じなんですか？そうだったと思いますね、うん、その初めてこうヒップホップの小5だっけ買ったっていう。そうですね、小5ぐらいで、うん、テリヤキボーイズだったり、クレバさんだったり、うん、リップスライムさんだったり。その時には結構日本語ラップにも興味がいってるんだ。というかその、
そういう情報しかなかったというか、まだその洋楽を自分でキャッチできるほどの、なるほどね、はい、で、まあ、かっこいいっていうところから始まって、でそこからその iPad の CM でエミネム流れて、かっけーってなってエミネムのアルバムいろいろ買ったりとか、中学校だからそこから50セントめっちゃ買ったり、E40、ピットブルとか多分その時買ってた、なるほどね、カニエ、もう多分その時ストロンガーのアルバムとかかなとか。じゃあ意外と当時の原稿をまあざっとこう、そうですね、拾えるもん拾ってった感じ、はい、でそのヒップホップをまずダンスからこう実践していくことになる感じだよね。そうですね。その時のこのクルーとかグループ名とかはどんな感じだったの？それ最初はもう本当に友達同士で、ダンスチームみたいなのを組んで、でまあ本当は絶対ダメなんですけど深夜クラブ出て、ショーケースさせてもらってたりとか、っていうのをずっとやってて。それ中学生の頃？いや高校入ってからですね。でそっからその自分のダンスの先生が来るみたいなのを作るってなって、そこに入れさせてもらって、最初はダンスだけずっとやってたんですけど、そのリーダーの人が歌もやってて、でなんかちょっとみんなで曲みたいなの出したいねみたいなのになって、で何人かラップしたいっていう人がいて、でそれで最初曲出してて、その時はまだ自分やってなかったんですけど、でそれ見てなんか自分もやりたいなって思うようになって、でちょうどその時が多分18とか高校卒業したぐらいなんですけど、なんかダンスで俺これから一生やっていくのかなみたいな、すごいなんか迷ってる時期で、なんかバックダンサーとかその PV のダンサーをずっとやっていくのか、でもなんか自分も前に立ちたいなみたいな、そういう気持ちがすごい迷ってる時期で、でラップやってみようって始めたのが最初ですね、18の頃。それもすごいね、なんか先生たちがこうラップもやってみようかってなるんだ。 そうですね、なんかダンサーのそのシーンの中では結構珍しいタイプだったと思うんですね。そうだよね、ラップ始めてからは今度、ね、その、まあ、どっちかに偏っていくじゃないけどさ、ダンスの比率がラップになっていくわけじゃないですか、はいはい、その過程はどういう感じになっていったの？それもうでもラップやりたいって思ったぐらいには、ほとんどダンスはしてなかったですね。ある意味ダンサーってアスリート的なとこもあるじゃん、なんか生活も含めて、その辺はどうだったの、変化っていうか。ラップのそのライフスタイルの方が結構尺に合うっていうかさ、いる環境は一緒だったっていうか、そのダンスのイベントとかやるクラブで、ダンスイベントでライブさせてもらうとか、そのラッパーの人たちと触れ合う機会っていうのがずっとなくて、なるほど、ね、その超エビを出すまでずっとそのダンス界隈にしかいなくて、なかった。なるほどね。それこそやっぱ謎めいたものが多かった理由でもあるね、それは。ラップ作り始めてそのライブするまでってどのぐらいのスパンで？最初はそのクルーの一人のラップやってるやつのソロ曲とかのサイド MC 的なのを最初にやってみて、で本当勢いでやって、その友達が動画撮っててくれて、それ見たらまあひどくて、マイクの位置めちゃ遠いし、もう何も知らないんで、そのマイクで声を出すっていうことを、結構ひどかったですね、最初は。ラップスタイルっていうのはその中でこう自分的にはどう、最初に作った曲が結構オリジナルだったのか、そのクルーの雰囲気を継承してたとか。とりあえずなんか一人で、まあ、出すわけでもなく、ライブでするわけでもなく、いっぱい作って、まあ、練習じゃないですけど、っていうのはずっとやってたですね。それは全然クルーのカラーとか関係なしに、自分がやりたい、その時流行ってる US のヒットのインストとか、あの時代結構いっぱい出てて、それを、まあ、フローの付け方とかもまだわからないんで、原曲のフローをそのまま使って、それで歌詞を書いてみたいなのが始まりだったですね。なるほどね。いきなりバズったじゃん、ある意味、はい、あの時まではその初めてからのスパンってどのぐらいなの？5年ぐらいですかね。あ、でもそっか、でも5年は結構もうずっとその環境でやり続けてたんだ。そうですね。シングルヒットしてこう活動内容とか生活環境がガラッと変わったっていうのは、今までその自分が曲を作って、じゃあこれ YouTube 出すぞとかサンクラ出すぞってやっても、やっぱ再生回数なんて全然100回いけばいい方とか、コメントもなんかよくわかんない海外のスパムのコメントみたいな、そういうのしかつかないところから、急になぜかあの1曲だけ
じゃああれ出す前にも一応 MV みたいなの出してはいる。そうですね。自分で何曲ぐらいあったの、その前までっていうのは。ソロとかだと何曲、まあでも 4,5 曲とかですかね、うん、あ、そう。バズった時っていうのはそのなんだろう、こう逆にこうチーム的にさ、こう今までと違う編成になってたって感じ。超ウェビ出して、うん、そのなんかこれおかしいぞってなり始めたぐらいから、うん、その自分もすごい忙しくなって、そのクルーとかと一緒に行動できなくなってって、うんうんうん、そっからもう自然消滅じゃないですけど。なるほどね。あのバズるのがバンって出るまでは別に至って自分でやり方も変えず、その手伝ってくれたり、そうチームも変わらず。その時期ってちょうど自分がアパレルで働いてた時期で、うんうん、でそこでできた友達とかと一緒に作って、うん、で MV もその時の友達みんなでやって、うんうん、って感じなんで、そこら辺からまたいろいろチームというか周りは変わったっす、ね。まあ、こうある意味こう自分だけじゃない、こういろんなセンスだったりアドバイスもいろいろしてくれる人間もできてきたというか、はい、始めた時から目標だったり、こう別に日本でも海外でもいいんだけど、はい、あこういう風になりたいなとか、あ これを超えたいなみたいな、そういうアーティストとか目標ってあった？それこそサル君とかもずっと好きで、うん、めちゃめちゃ聴いてたし、アクロさんとか、うん、あの時代のそういう人たちめちゃ聴いてたし、うん、海外も、うん、やっぱエサプロッキーとかめちゃめちゃ影響受けたし、うん、タイラーとかも。フューチャリングでサル迎え入れるじゃん、はい、あれはどういう経緯だったり？その超エビを出した後、うん、1週間後とかかなに、うん、その A-Witch がアナーキーさんと Who Are You って曲のビデオを撮るっていうのを、うん、その超エビの監督が撮るってなって、はいはいはい、でなんかいろんなラッパー、自分が撮ったいろんなラッパーを呼びたいってなって、うん、そこで声がかかって、うん、で行った時にいろんな人会った中の一人がサル君で、うん、すごいその時めちゃめちゃ曲知ってるよみたいな感じで、うん、あ、見てよみたいな、うん、話しかけてくれて、で連絡先交換して、うん、次の日とかに電話がいきなり来て、うん、リミックスしたいんだけど、うん、みたいな、なんかいいかなみたいな連絡いただいて、うん、もうそんな夢みたいなことだったんで、うん、ぜひお願いしますって言って。でもやっぱこうそれがヒップホップならではのこのスピード感でね、うん、こう出会ってすぐとかさ、はいはい、これで食っていくぞみたいな、食っていけるかもっていう、バズるより前にもうすぐ決めてた。ダンスやってた時もそうですけど、やっぱ普通の仕事っていうか、その自分の好きなことをずっとやらせてもらってたんで、うん、それでやっぱりそれを仕事にしたいなっていうのはずっとあって、うんうん、でもダラダラはできないなって思ってたんで、うんうん、26歳ぐらいになっても、うんうん、どうしようもなかったら働こうかなとかは考えてたんですけど、うんうんうん、23でその超ウェビーで、うんうん、そうなんか生活がいきなり変わったんで、うんうん、それでそういう風になりたいと思ってたんですけど、うん、まさかなれるとは思ってなかったです。なるほどね。でもそうやって目標を決めてるっていう時点でね、まあ、なんかこう行動しやすいだろうな、うん、フットワーク的にも、ショータイムだったり人に見せる前提っていうのが当たり前のこのダンサーっていうところから入ってるから、はい、こういろいろファッションだったりこういろんな意味でももう今やね、こう若い子たちの中ではお手本になってると思うけど、あ、いやいや、その辺で言ったらこう自分はどういうのを材料にしてたり、昔から基本はアメリカで今何が流行ってるかとか、うん、それが一番大きいですかね、うん、US ヒップホップからダンスやりたいってなってったんで、うんうん、その時はこう雑誌もうネット時代的には中学生の時とかは全然そういうものがなくて、うん、雑誌もほとんど読んでなくて、本当、うん、ダンスで知る曲から好きなアーティストとか、そのアーティストが着てるのとか、そうですね、うん、ファッションも、うん、あの今は全然見なくなっちゃったんですけど、うん、あの黒人とかがやってる、うん、ああいう B 服屋的な、はい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 、あそこにしょっちゅう行ってないかなと、はい、探しに行くって感じなんだ。それが最初ですね。で高校ぐらいになったらやっぱネット、うん、iPhone とか Twitter とかも出てきたんで、うんうん、そこからもっとインスタでいろんな人調べれるようになったし、うん、もっと幅が広がったっていう。なるほど。2号さんにたどり着くまでの、はい、あれとかそのリスペクトしてるその魅力っていうかさ、惹かれる理由っていうのはどんな感じだったの、はい、経緯とか。小学校5年生ぐらいの時に見た、うん、テリヤキボーイズの MV で、なんだこのかっこいい服はみたいな、うん、なんだこのかっこいいビデオはみたいなので、うん、多分その
その時はもうざっくりもうヒップホップとかも分からず、うん、とりあえずめちゃめちゃかっこいいと思って、うん、でそこからその洋楽とかを聴いたらそのファレル、うんがいろんな曲をやってたり、うん、ファレルとテリヤキボーイズがやってたり、うん、ファレルプロデュースのファレルがいない曲があったりとか、うんうんうん、そういうのでなんかやっぱそのニゴさんとかファレルとかってめちゃめちゃすげえ人なんだな、うん、なるほどね。ネット中心でじゃあいろいろファッションはチェックする感じなんだ。そうですね、うん、アメリカも全然行けてないですね、うんうん、コロナ始まってから、うん、そうだね、やっぱあっちで聴いて好きになる音楽とか、うんうん、あっちで、はいはいはい、うんうわこれ着てねえとダメだみたいなとかもあるんで、うんうん、これ着いてないと今ダサいんだみたいな、うんうん、オフオンとかってなかなかこうねステージだったり曲だったり作るモードの時でしかないと思うけど今や、はい、このなんだろういわゆるこうオフの日っていうかさ何にもスケジュールも入ってない日とかの過ごし方とか、はい、基本買い物行ってるかもっすね、うんうん、その知り合いがやってる古着屋さん行ってそこでまあ洋服見ながらずっと喋ってたりとか、うんうん、そうだよね古着でさっきの話じゃないけどこれとかね、そうですね、めちゃくちゃ綺麗だよね99年の。そうですね、でまたうちの小林社長がこれ行ったよなんつってねさっきの。いや本当羨ましいですね。これもだから、うん、これを商品化してないんですけど、うん、ビトンが、うん、バージルがやってた頃にその商品化はしなかったんですけどランウェイでビトンバージョンでこのサンプリング作ってて、うんうん、は超かっけーって思ってたら、うん、ドレイクもツアーのマーチャンでこのマイケルサンプリングで作ってて、うん、あじゃあ俺絶対これ元ネタ着たいわと思って買ったっすね。なるほど。トレンドだったり今の流行を追い続けてるこう最前線の人間がこうアーティストになっていくってことは、まあ逆に言ったら、ね、年齢重ねてそれのオリジナルになる可能性すらあるね、うん、自分の発想 で、ね、そうですね、いろんなものが流行っていくっていう段階もあるかもしれないしね、うん、今こう共演する機会があるこうレックスとかイエローバックスとか、はい、そういう出会いとかこう一緒にいてこう楽しいところとか、レックスが17歳ぐらいの時に、うん、なんかこの子やばいよっていろんな人から教えてもらって、うん、で17なんだと思って、うん、面白いなと思ってインスタで DM して、うん、でいきなり自分家に呼んだっす、うん、でなんか何が好きなのかとか、うん、なんかそういういろんな話して、うんで仲良くなってったですね。一緒に曲作って。何歳違いだったの？10個とまではいかないですけど、うん、あでもやっぱそんぐらい分かるよね。結構離れてますね。あの自分はこうダンスやってたりクルーでやってたりとかさ、はいはい、彼はなんかそういうのあるの？なんかあでもレックス自身もちっちゃい頃ダンス習っててとか、うん、で地元も近かったりとか、うん、結構そういう共通点がすごい多くて、うん、すごい才能を感じたし、うん、可愛かったんで。バックスはどっちかというと同世代？バックスは、うん、でも3校下っすね。あ、それでも3校下になるんだ、はい、もう自分はそのラップスターで見てそこからこうイエッサーとか出してからも全部もう見てて、うんまあ、すごい子いるなって思ってて、うん、でまあイベントとか一緒になったりするときにこうまあ初めましてじゃないですけど挨拶してそこからですね。なんか、うん、どうこうそういう彼らは見ていて。いやめちゃかっこいいっすね、うん、負けてらんないっすね。じゃあこう良きいい意味でこう自分のスキルを上げるライバル的な感じの格好さ。そうですね、やっぱそのぐらいの世代のみんな、うん、バックスもレックスもそうだし、うん、オズワールドだったり、うん、バッドホップのみんなだったりはやっぱめちゃ大好きだけど、うん、やっぱいつも食らうっていうか、うん、くっそみたいな、負けてらんねえぞってなる、なりますね、うん、宮地とかもそうだし、はいはい、カズナとかも、うん、こうその中で特にこいつ毎回食らうわみたいなのとかいる、うぜえなみたいな、このいや結構みんな食らうっすね、うん、ただ宮地とかは新曲出すと、うん、ラップうわみたいな、はいはい、もっとラップしてってなるっすね、うん、俺の世代だと結構身近に俺がいたのはその秋田ケンドブロックってやつがいて、そいつワシントン DC から日本に来て、もう日本に来てだいぶ長いとは思うんだけど、はい、まあ、日本語喋れず来てるから、うーんで最初来てこう差別なのか分かんないけどこう苦労してる感じで自分をこう築き上げて最終的にはこうラップもやりだすんだけど日本語だと、はい、もう見た目ももろ黒人で、まあちょっとなまってる日本語で、はいはい、宮地よりもちょっとなまってるぐらいの、はいはい、だけどやっぱそいつの日本語ラップすごい食らうんだよね。うん、うん、なんかやっぱそのなんかあるじゃん、なんかその日本人じゃ思いつかない言葉の使い方とか、面白いよね。いやめちゃめちゃ勉強になるっすね、うん、長いことずっとこのシーンやっていくうちにもっとなんか作り込むじゃないですけど、うんうん、
まあ、年齢とか経験もあるのかも ね、 そうですね、じゃあね、考え方の違いはね、やられるって感覚はそのなんだろう、どんなところ、その日本人以外の発想あるっていうのは当たり前ない。そうですね、うん、そういうなんか、わ、この日本語の使い方面白いなとか、そういうのもあるし、やっぱ単純にラップもめちゃめちゃうまいし、もう超ドストレートラップじゃないですか、メロディーとかってより、それに結構こう食らっちゃうっすね、でもこう宮地もね、こうそれこそ一回カンキッチンに出てもらった時に、彼は彼なりにね、なんかこう日本語をまだ学びながらこういうのやりたい、ああいうのやりたいって言ってたけど、もう自然にもうどんどんできてるもんね、やつはね。特に仲いいラッパーとかいる、そのプライベートも含めて。でもレックスとかも今度ご飯行こうみたいな話この間してたし、宮地もたまに一緒にコーヒー飲んだりするし、あベンジャジーとか、ビムとかはたまにご飯行ったりとかするし、その辺も仲いいんだ結構、ベンジャジーもかっこいいよね。でもね、かっこいいっすね、なんかゴリゴリこう日本語ラップなんだけど超かっけえなっていう感じだね、あいつは。しかもそれこそこうフリースタイルバトルまでやってたからね。そうですよね、それもかっこよかったからね。確かに、みんなでこう遊んでる時にこう曲やろうよみたいになりやすいっていう感じなの、それとももう曲は曲でこういきなりこう連絡来てって感じが多いの？まあでもそっちの方が多いっすね、例えば自分で作ってこれ誰入ってほしいとか、でも最近は誰、そのじゃあレックスをスタジオに呼んで一緒に作るとか、宮地と一緒にスタジオ入って作るとか、そういうのも増えてきてますね。逆にソロの時のこのテーマだったりリリックの書き方とか、なんかやり方ってあるの、その自分の中で。ビートから決めて、ビートをしっくりくるの決まったら、そっからまあフロー先行でいくのか、歌詞もう自分で頭で全部始めちゃうのか。でもリリック先行の曲とかも結構あったりするんだ、自分の中でこう。なんか最近それを始めてみて、フローも何も関係なしに、もう韻とその自分の書きたいことだけでバーって書いて、そっから作るみたいなのも最近やったっす。なるほどね。どう、なんか違いとか変化とかやり方の制作スピードは、その1曲を仕上げる時間っていうのは昔よりもどんどん長くなってきてますね。なるほどね。でも別にそれは悪くないことでもあると思うっていうか、まあ、その大事にしてるとも捉えられるし。そうですね、昔はもっとノリじゃないですけど、勢いというか、まあ、30分とかあったらワンバース書いてもすぐ取っちゃうみたいな、なんかこうやっていくとどんどんその煮詰まったりとか、歌詞がこう出てこなかったりとか、制作時間が長くなったりとかするじゃないですか、そういう時ってどうしてますか、その歌詞思い浮かばなかったりとか。そこはね、今でも葛藤してるし、正直なこと話すと、俺の場合はね、特にこう自分の中でこう決めてしまったルールがすごい狭かったこともあって、その受け入れ方は広いんだけど、この自分が表現するラップっていうスタイルが、特に最初クルー組んでた時とかはすごい狭くしちゃってたから、もうそのルールもう起きてみたいになっちゃって、その時代もあると思うんだけど、そのこう今ほどこうなんかこう感覚が軽くなかったというか、で無駄なことも多かったから、でそのそこに一点集中してたせいもあったりとかね、いうのもあって、俺は結構もともとそのリリックは結構時間かかってしまうというか、まあただその分時間かけた分、人の耳に残りやすかったり引きつけたりとか、そういうオリジナルっていう部分だったりとか、なんかこういろいろマニアックな部分がこう引っかかりやすくなるのかなっていう印象ももちろんあるんだけど、リリックはね、それでも書いてると表現が広がるんだと思う、じゃあなんか浮かばないなってなってもやめないで結構ずっと向き合いますか。逆に DO ってやつとかさ、ちょっとお勤め行ってたんだけど、まあそれで出てきてからのその制作スピードとか見てると、同い年なのにこいつこのテーマ一色なのにこれだけ振り幅多く書けるんだっていう部分ではすごい勉強になるし、その励みにもなるから、で究極ったら俺もね、その若い頃とか結構日本に滞在しているアメリカに行ってヒップホップ好きだったやつ、ラップやってるやつとか、結構身の回りにこう出会う機会が多くて、そういうやつらといる時間すごい大事にしてたんだけど、でそういうやつらがこう直訳してくれるんだ、リリックとかいろいろ、こいつなんて今日鼻くその曲歌ってるわとか、自分の鼻くそについてリリックしてるよとかさ、なんかその俺の友達が作ってた曲でも、
なんかこのチンコの先についてるティッシュが取れねえみたいなもうそれが題材だったりとか すげえ、もうすごい狭いんだけど超面白いユーモアだったりとか、はいはいはい、あこういう表現かとか、あこんなラブソングみたいなのしか書かない日本人が聞いたらこんなオケなのにとんでもねえこと歌ってんだとか、うん、なんかそういうヒップホップの面白さっていうのはすごい学んだから、まあ、そういうところをこう表現できていくとね、また面白いなって自分でも思ってる、はいはい、うん、ぶつかる壁だよね、リリックは。そうですね、しかも今の時代こうスピーディーだからさ。そうですね、リリースもバンバンシングルどんどん切ってってさ、うん、US の人とかもフリースタイルじゃないですけど、うん、ずっとこうマイクの前で一生ちょっとずつ撮ってみたいな、うんててね、うん、レックスもそういう撮り方で、うん、で一緒に1日スタジオ入った時とかも、うん、レックスはもう30分ぐらいで終わっちゃうんですよ、うん、全部、はいはい、でじゃあ次俺の番だっつって、うん、ちょっと待っててっつって、うん、そこからやっぱ1曲作るのに2時間とかかかっちゃって、うん、で終わったやつはじゃあ次の曲やろうって、うん、でまたレックスすぐバーって終わってあれだるいよね、そういうやついると。でも俺がずっと2時間3時間こうやって歌詞書いてる間、うん、隣の部屋でずっとゲームやってたりとか、うん、いいなみたいな、うん、分かる分かる、そういうやついるよ、たまになりたいっすね、うん、そういう風にスーパーマンに見えちゃうね、うん、だけどね、それはね自分にしか出せないそいつとの違いが絶対あるから、うん、もうそれで自分のペースでいいと思うし、結構だからもう俺はできないなって思うと一回買い物に出かけて、うん、なんか洋服かなんか何でもいいから買って、うん、テンション上げて書こうとするんですけど、うん、最近それでも書けない時とかあって、あ本当それめっちゃいいじゃんって今言おうと思ったんだけどね。いや、いつもはそれで、うん、例えばじゃあビトン行こうって、うん、そうスタジオからビトン行ってサングラス1個買って帰ってきたら2個書けちゃうみたいな、うんうん、はいはい、2曲いけちゃったみたいな時とかも、ガサンかけながら書いたりして、そうそうそう最近それも思うようにいかなくなってきて、うん、俺なんてもう本当1日とか全然あるから、あ、うん、1週間もあるし、あでも全然曲によってはあれです ね、もう7時間ずっとスタジオでビート聴いてるだけとか、うん、でそういう話をね、ケンザ390っていうまた全然タイプの違うやつがいいんだけど、はい、そいつと話してた時にあの当たり前に言ってたのが、いやでもあれですよねとかって、曲なんて並行作業じゃないとあの書けないですもんね、刺激ないからっつって、要は 2,3 曲溜まってる状態でちょっとずついろいろやるだろうみたいな、へ、やっぱ大学生上がりちげえなみたいな、確かにすごいですね。でもすごいそれ、あ、それあて俺やっちゃいけないもんだとむしろ思ってたぐらいのあれだったの、その時、あ、一個ずつ終わらせていかないとあれだよなみたいな、なんか宿題溜まっちゃうのよくねえなみたいな感覚だったんだけど、はいはい、宿題当たり前の人はそれが当たり前ですみたいな、うん、すごい、それも発想もなかったですね、発想が違うじゃん、うん、だからあ、これちょっと飽きてきたから次のお宿題やろうみたいな、そう、 そういう感覚の人もいるから面白そう、面白いね、だから結構こう属性違ったりするラッパーとの出会いも意外とこうためになってくるかもしれない、ふだってると。確かに、うん、すげえ、ありがとうございます、うん、ええ、いろんなところでライブされるじゃないですか、うん、大きいところも含め、うんうん、緊張とかってしますか？一定の緊張っていうのは毎回、それこそ小箱だろうが、知り合いにちょっと頼まれて何かやってよって言われる数十人だろうが、はい、まあ、未だにこう食らう先輩の会った時にどこでも関係ない、1対1でも外でもやらされる時だろうがね、一定の緊張感っていうのはある。あ、でそれが箱が大きくても人がどんな大きくてもっていう部分ではさほど振り幅ないかな、多分、うん、むしろ不安になっちゃうかもしれないね、逆にその緊張ってよりはね、はいはいはい、その例えばこんな何万人ですとかってこう やってみろって急にこう1時間やってみなさいとかになっちゃったら、まあ大丈夫俺でみたいな、逆にそういう不安でしかないから、そのステージに対する緊張感ってあんまないかもしれない、うん、ある緊張感、緊張は、うん、それこそさっき話したあのディッキーズの撮影とか、うん、そういう方が全然緊張しちゃいますね。なるほどなるほど。ライブとかはやっぱその、うん、ダンスで人前で踊るってことをずっとしてたんで、ね、そうですね、うん、超エビ出して、うん、すぐそのハーレムでライブとか、うん、トヨスピットライブとかなっても緊張はしなかったですね、うんうんうん、だからあの若い子とか絶対ダンスやった方がいいと思います、うん、ね、俺もそれはねぶっちゃけダンスやったことないけど思うんだよね、ラップやるでも何でも、うん、ダンスとりあえずちっちゃい子からやってるって、ダンスは絶対やって損も一個もないと思うんですね、ね、ないよね、うん、ほんとね、もう思い知らせたい、この JB ザ・ウェビーに、この俺がクラブにいる時のこの突っ立ってなきゃいけないのどれだけ気持ちの中で踊ってみたいと思ったいや、うん、首振るのそれは今やみたいな感じだから、かたくなにこう、もうとかって、いや、面白いよ、大丈夫、大丈夫とか言いながら、こう酒飲んで、大丈夫だよみたいな、逆にこう、ビートの方だったり、トラックメイキングの方は、
こうどこまで携わるとか、その選び方とか。基本的にスタジオには最低週1回は入って、うん、そのリリースするしない関係なく、うん、その時にまあ夜から夕方ぐらい、まあ、昼過ぎぐらいから次の日の朝ぐらいまで入って、うんまあ、曲はずっとストックで作っていくんですけど、はいはいはい、そういう時はもうありもののビートで、うん、まずは、はい、作っていくっていうのが多くて、うん、でこの間リリースしたジグさんとの EP とかは、うんうんもっと方向性とかこういうビートが欲しいとか、うん、一緒にスタジオで作ったりとか、うん、そういう作り方が多かったですね。まあどんなに忙しくなったりこうプライベートでこういろんな事情があっても最低週1回ぐらいはとりあえず音楽どっぷりラップ作る日っていうのを決めてるっていうやり方だ、うん、まあ仕事に追われれば自分で携帯だったり見ながらリリックも打ったりもする。そうですね、うん、まあその空いてる時間でスタジオ入れて入ったりとか、うん、あじゃあもう基本的にリリック書くってモードはもうスタジオに入ってっていう。そうですね、それもこうなってから変わったっすね、うん、なるほどね、うん、昔はまあ家だったり、うん、それこそ電車の中だったりとかいろいろあったっすけど、うん、今はスタジオで一人とかが多いっすね。なるほど。こうリリックで今まで作った中で自分でこう気に入ってるやばいリリックとかってあるなんか。いや難しいっすね、うん、ないかな、まあ、うん、パッて思い浮かばないっすね、うん、でもなんかキラーワードみたいな、うん、そういうのは思い浮かんだら、うん、その短いのでも、うん、iPhone のメモ帳に入れて、うんうん、で曲を作るときにこれハマりそうって思ったら入れることはあるっすね。逆にさ、それこそあの超ウェビでごめんねっつってああいう風に載せてみよう、あのワードを使ってみようっていうあのワードセンスとかって何だったの、はい、超ウェビに関しては、うん、あれはそのアパレルで働いてた時に一緒に働いてたやつがいて、うん、リッキーって言うんですけど、うん、あのリッキー君の方じゃない方のリッキーで自分のいつも今もサイド MC でずっと一緒にライブやってるんですけど、うんうん、そいつがその俺のインスタのアカウント名を見て、うん、ソーリーウェイビーって、うん、ウェイビーってごめんね、ウェイビーでごめんねってことですよねって言われて、うん、そうだよって言ったら、うん、じゃあそれで絶対曲出した方がいいっすよって言われて、うん、超ウェイビーでごめんねって曲作りましょうって言われて、うん、それで家帰って自分でビート探して、うん、次の日の出勤の電車で歌詞書いて、うん、でそのままできたよって言って聞かして、あこれやばいっすね、これ出しましょうみたいなってなって、そうなってくるんだ、はい、最初にでもソーリーベイビーってこうアカウント名自体は何、はい、だったの、そのはもともとなんかその結構高校生の時とか、うん、LA のダンスだったり音楽がすごい好きな時期で、うん、ニューウエストが始まったばっかぐらいの頃とか、うん、でその時いたプロデューサーなんかそのインスタもその時多分できたばっかぐらいの時で、うん、結構みんなアイアムなんちゃらとか、うん、リアルなんちゃらとか結構そういうアカウント名が多かったんですけど、うん、で俺何にしようみたいなの悩んでたら、うん、その LA のもう全然そんなめちゃ有名じゃないプロデューサーの人がソーリーで自分の名前みたいなアカウントをやってて、ね、これかっけえなみたいな思って自分もそうしたのが始まりですね、うんうん、それがサンプリングで始まったけど、まあ、形を変えて超ウェビーごめんねってなってたと、ね、面白いよね。ビートアプローチとかさ、なんだろう、この前 YouTube でチラッと見た時ね、まあ、こいつとんでもねえわみたいなことやってたんだけど、あのめちゃくちゃそのエイビスとかってやってる中でめちゃくちゃマシンガンみたいなことやってたじゃん、はい、まああれもすごくいいなと思ったんだけど、何やってんだとは思ったんだけど逆にそのゆっくり乗せるアプローチだったりさ、はい、ああいう声質でこうバーってやってみるっていうアプローチの仕方とかはどういうのがきっかけというか、どういう感じでなって、いやどういうのがきっかけなんですかね、うん、例えばそのラップ始めたばっかの時は、うん、その A$AP ロッキーが出てきたばっかとか、うん、そういうトラップだったりが最初の頃、うんうんでそういうのすごい聴いてたからそういうフローになってたし、多分それの毎回アップデートしつつ自分の中のなんだろう鉄板みたいのを見つけてった感じなんですかね。ハマる部分を見つけてって、はい、なるほど。さっき言ったエビッチとかこう今もう海外ツアーとかさ、はい、そういう感じでもう今やこう日本も飛び出して活動することも増えてきている中、はい、どう、 こう感覚とか感触とかやってて、まだまだアジア行っても、うん、知ってじゃあフェスに出たとしても、うん、
知ってくれてる人たちは、うん、まあいるとは思うんですけど、はいはいはい、その全員ではないじゃないですか、うん、だからその人たちをやっぱまず知ってもらう活動かなって今思ってて、その人たちに向けて。そうだね、ちょっとこう間の MC で片言の英語できたり流暢な英語ができたとしても、日本語でラップしてる以上ね、そうなんですよ、別にこう全部キャッチできるわけじゃないっていうね。そうですね、逆輸入だもんね、本当は US の俺らがこう英語わからずこうやって聞いてたのと一緒で、はいはいはい、なるほど、そこの今挑戦中って感じだね、じゃあ。そうですね、うん、もうだから誰も知らない体で、うん、花からまた最初からみたいな感じで、うん、こういろんなとこでライブできるんで、うん、めちゃめちゃ楽しいですね、うん、いいね。自分でこうね、海外で行くアーティストが少ない中のその勝手な使命感とか、はい、こう自分の宿命じゃないけど、こうどうせ日本人としてのこのレプゼンしてるぜっていう感じもあると思うし、はい、そういうとこってあったりするのかなっていう。ラップ始めたばっかの時とかは、うん、まさか自分がこうなるとも思ってなかったし、うん、でやっぱこう日本中いろんなとこでライブさせてもらったり、うん、フェスとか出させてもらったりしていく中で、海外やっぱ自分がヒップホップ大好きになった、そのカルチャーとかも含め好きになったきっかけっていうのはアメリカに生まれたものだし、やっぱそこで認められたいなっていう気持ちはどんどん大きくなっていって、ね、最終的にっていうか普通にもうアメリカでも認めさせてみたいっていうのは、ね、はい、絶対あるよね、うん、やっぱアメリカにいきなり行くんじゃなくて、うん、やっぱアジアのヒップホップも今いろんな国ですごいスターが生まれてて、うん、すごいアジアも盛り上がってるんで、うん、まずはやっぱそういうアジアのいろんな人たちに知ってもらったり、うん、アジアのラッパーとリンクすることが大事かなって思って、うんうん、アジアやばくねって思わせたいですね、うん、さっきからね、こう一つだけ突っかかることがあって、はい、引っかかることが、あの、いや、まさか自分はこんな風になると思ってなかったんでっていうのをこう何度か言ってるんだけど、はい、それ、まあ、今、ね、いろんな経験してこう謙虚になっていくからさ、はい、まあ、そういう言葉になるんだろうけど、もちろんこのデビューしたてっていうか、こう有名になったぐらいの時とか、はい、もちろんもう俺塗り替えてやるぜぐらいの自信もあったでしょ。いや、なんでって感じだったっすね、ずっと。そっちなんだ、はい。ああそう、まあ、自信は何だろう、うん、自信あるけどないっていうか、うん、絶対やってやるって気持ちはあるんですけど、うん、なんかやっぱ今でもこの曲本当にかっこいい、うん、これ出して平気みたいな、あ、その感覚があるんだ。結構、今でもずっとそんな感じっすね。ああ、これはもう一気に距離が縮まりますね。いや、もう今このグラさんの奥で目が大きくなって、今日一番出会ってから目の玉がでかくなったっていうのを見て、こうあ、嘘じゃねえんだっていうのも含めて、まあ、距離はすごい縮まった感じですね。嬉しいです、はい、そんな中、現在のヒップホップこうシーンを見てどう感じることとか思うことは。その自分が出た当時はまだその若い子でラップをやるっていうのは、うん、まあ、高校生ラップ選手権があったから増えてはいたっすけど、うん、それでも今ほどではなかったじゃないですか、うんうん、やっぱラップやってるって友達とかに言ってもちょっと小バカにされるじゃないですけど、うんうん、そういうとこから始まったんで。そうだね、年齢的に多分ちょうどその境目ぐらいの年齢なんだろうね。そうですね、多分パブロもそういう話してたんですよね。ラップ始めてこう、どう、ヒップホップダンスでもいいんだけど、はい、こう嬉しかったこと悲しかったことっていうのを聞いてるんだけど、悲しかったことはないですかね、うん、嬉しかったことはたくさんあるんですね、うんうん、やっぱ誰にも見られてなかったんで、うん、そのコメントとか、うん、誰も評価してくれないかったんで、それがいきなりその評価される対象になったっていうか、だからいいコメントも悪いコメントもめちゃめちゃ嬉しいというか、うん、やっぱそうなってカンさんだったり、うん、そういろんなラッパーの人たちと会うこともできたりとか、うん、海外もそうですし、うん、マジかみたいな、テレビとか画面の中じゃないんだみたいな、まあ、すごいずっと常に嬉しいですね、うん、自分の今後のビジョンっていうのは、アジアをもうちょっと、アジアで武者修行じゃないですけど、うん、いろんなとこでライブしたり曲を一緒に作ったりっていうのはもちろんなんですけど、昔からそのなんか今後の展望みたい なんか決まったものがなくて、うん、ずっとその曲を作ってリリースして、うん、ライブしてっていうのだけをずっとしてきたんで、うんうん、それの規模を、まあ、どん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 広げていけたらいいなって、うんうん、それこそワールドヒットみたいなのが作れたら、はいはい、それはもう一番嬉しいですね、うん、ね、日頃まだ喋ったことなかったので新鮮だったけど、はい、またこれからもちょっとよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。